ふるさと納税で基準を超える高額な返礼品である温泉利用券を寄付者に渡し、制度の対象から除外された洲本市についてです。温泉利用券は返礼品に限らずイベントなどでも配られ、どこで誰が何枚持ち出したかも市は把握できていないことが分かりました。サンテレビに情報提供のあった東京で行われたイベントのばらまきの実態とは。10万円を寄付すると返礼品として5万円分の温泉利用券をもらえた洲本市。基準を超える高額な返礼品を寄付者に送っていたとして去年5月1日から2年間ふるさと納税の制度の対象から除外されています。市の第三者調査委員会の調べで、3割基準や地場産品基準など違反があった返礼品は373品に上ります。さらに市の税金を使ったばらまきともいえる驚愕の実態が。こちらは2020年6月東京都内のレストランで行われた洲本市主催のふるさと納税大感謝祭の様子です。1000円以内のものも対象なんで全部無料でっていう感じ。全部無料なんですか？全部っていうか、この1000円未満のものは1000円引きなんで。へえ、すごい。まず訪れると入店時に1000円割引の券が配布されたそうです。全部お客さんに感謝祭ということで、もう全部割引っていう、じゃあこれはもう本当洲本市が主催で洲本市がやってくださいっていうので、すごいですね洲本市ってね。撮影者は釜飯とジュースを注文。消費税を入れて2486円でしたが、1000円割引で1486円を支払いました。さらに1万円分の洲本温泉の利用券を受け取ったということです。食事1000円引きとかっていうのも、それはもう太っ腹な洲本が、これはなかった。今まではお醤油配ったりメリット配ったりしてたんですけど、1000円を丸々引くっていうことが初めてです。でなおかつそのふるさと納税のなんか温泉券、そうです、1万円温泉券、すっごい太っ腹です、ね、なんかすっごいなと思って。支払った額は1486円。1000円の割引券も1万円分の温泉利用券もすべて市の税金です。そう、こう来てほしくていろいろ PR してほしいから、お金かけてるじゃないですか。お金かけてるね、すごいですね。今までで一番ビッグなサービスでした。こちらは2020年5月から8月に実施されたコロナ禍の生産者支援を目的とした通販サイトです。この度 JTB パブリッシュ君さんとコラボして生産者支援のためのブルーキッチンプレゼンツおうちでご当地絶品グルメという淡路島洲本市の生産者応援企画をスタートしました。全部で10品の商品があり、例えば淡路牛の切り落とし 600g を送料込み4000円で購入すると5000円分の温泉利用券がおまけで配られました。洲本市民も購入可能で、第三者調査委員会の調べでは合わせて957枚478万5000円分の券が配られました。温泉券のようなものを市が気軽にこう吸ってばらまけるような状態にあるから、もうわけのわからない、どこに行ったかもわからないような温泉券いっぱい出てきてしまっていると。温泉利用券は事業者である洲本温泉観光旅館連盟が券を発行するのが一般的ですが、実態は市が自ら発行し自由にすり出して活用できる仕組みになっていました。ちょっと紙を吸ってどんどん債務が負担できるようなというのは行政としてはありえないですよね。その本来だったら市が記載するということはいろんな手続きを通って、やるべきぐらい危険なことですから、それを温泉券を吸ってどんどんばらまいて、ということができること自体がやっぱりおかしいと思います。さらに市は旅館連盟と協定書などを交わさずに券の発行や支払いを行っていました。協定書を締結したのは総務省から指定取り消しになった後でした。
これは、して取り消しがあった後協定を結んでいるんです。そうですよね。そうです。そうですよね。つまり協定そのものが存在しなかったんですよ。市が発行した券をどの職員がいつどんな目的で何枚持ち出したのか、サンテレビは温泉利用券の決裁文書について情報開示請求をしましたが、管理台帳データは存在するが担当職員の事務処理用のデータであり、決裁手続きを経ていないため条例で定義する行政文書には該当しないとして開示されませんでした。洲本市によりますと記録が残されておらず、誰がいつ何枚持ち出したかも全く把握できないそうです。全て費用計上に関してはふるさと納税のところにかかってきてますね。だから分けてない、分けてない。別のものに使ったとしても費用計上はふるさと納税のものになってしまってるから、これは問題だと思います、うん、大問題、うん。驚きだったのが、東京のレストランで行われていた大感謝祭でふるさと納税をしていない人でも誰でも割引や温泉券をもらえたということですよね。本当に民間の業者でもこういうありえないようなことだと思うんですよね。これも全て洲本市の税金なんですね。ですので洲本市民の方がどう受け止めているのかなというふうにも思いますよね、はい。ここで少し解説をしていきますが、洲本市のふるさと納税の指定停止というのは、来年の4月30日までなんですね。ただこの温泉利用券が制度復帰への足かせとなっています。この温泉利用券有効期限は3年間あるんですね。つまり来年度以降も多くの利用が見込まれるということで、洲本市は温泉利用券などおよそ9億円の債務を現在抱えている状態なんです。そしてそのふるさと納税制度なんですけども、こんな制度があるんです。寄付額のうち全体の年間の経費、これ5割以下にしてくださいねという制度基準があるんですね。洲本市はですね、ふるさと納税制度でこの温泉利用券、来年度以降も次々と使われますので、つまり寄付額がゼロでも支出だけが増えていく、どんなに寄付を集めてもこれ5割基準満たせない可能性がある。つまり少なくとも来年度は制度への復帰が困難だということなんです。この問題についてサンテレビは今後も取材を続けていきます。